皆さん今日は本当に雨の中、そして寒い中お越しいただきありがとうございます。私今日ここの場所で歌うことをすごく楽しみにしてきて、それでこう皆さんが朝早くから準備してくださったりとか、こうやって楽しみに待ってくださってとても嬉しかったです。もしかしたら私のことを今日初めて知るっていう方もいるかもしれないので、よかったら熊田コノハっていう名前を覚えてもらいつつ、どんな歌を歌うのかなとか、そういうことを知ってもらえたら嬉しいです。次の曲はルクプルさんの日だまりの歌という曲を歌います。聴いてください。